このニュースで、まあ、フェイクニュースと安倍政権のようなことを言いました。結局都議会議員選挙がですね、全く政策の議論なく単に人のこのスキャンダルだけで進んでしまったわけですね。本当にこう私ある地上波でですね、感想を求められて、いやもう感想を述べることできませんと。だって東京都がやる今後の政策がこうであるから、自民党がこうで都民ファーストがこうで、自民党から都民ファーストの方に変えた公明党がこうだから、だから今度の選挙はこうだということは言える、だったら言えるんですけど、まあ人のそのスキャンダルみたいなのだけのですね選挙、それにそこに焦点があった、これはやっぱり僕はメディアのある作戦だと思うんですね。都議会議員選挙を選挙でなくしてしまったのはやっぱりメディアだと思うんですね。それでそれに、まあ、あの防衛大臣はですね、やっぱり僕稲田防衛大臣はやっぱりちょっとミスが多すぎると思うんですよ。やっぱり防衛大臣というのはですね、やっぱりこう命を張って戦うわけですからね。自衛隊というのは入るときですね、私は命を捧げて日本を守りますと言うんですから、ちょっと今のですね稲田防衛大臣はスーダンの時の買い物騒ぎだとか、それからメモのないとかあるとかいう問題から始めてですね、もうミスがやっぱり多すぎますね。1ヶ月か2ヶ月おきに防衛大臣の発言が問題になり、それに対して厳粛に受け止めますということを言ってただけじゃダメで、やっぱり自分の発言が正しかったと、まあ、いうことをやっぱり言ってほしいですよね。間違ったんならもう単なるケアレスミスですというふうに言ってですね、それから、間違ってないときはやっぱり厳粛に受け止めますじゃなくて、やっぱりちゃんと自分の信念を言ってほしいですね。そうしないと信念に基づいて発言してないってことになりますから、それはやっぱりちょっと問題ですよね。まあそういうことで、まあ、今日はそういう話をしたわけですが、私は安倍首相にもいろいろ欠点がありますよね。まあ、欠点があるってや、確かにお友達を昔から大切にするとか、本当かどうか分かりませんが、そう言われておりますし、いろんな点でですね、欠点があるとは思いますが、しかしですね、やっぱり稀に見る首相であることは間違いないですよ。この G20 でですね、今言ってますけども、まあ、体の調子も悪いと言ってますが、まあ、頑張ってですね、日本の国際的地位っていうのは、安倍総理大臣になってから非常に高くなりましたね。ですから私はですね、まあ、部分的な失敗、特に加計学園とか、それから 森友学園とかですね、みんないわばこのメディアのフェイクっていうかですね、要するにニュース選択、それからほじくり方が悪いという、そういうことによってですね、まあ、僕はメディアはね、日本の国なんか何にも考えてないと思うんですよ。で、考えなかったらまだいいんですけど、自分たちの視聴率を上げるために人のスキャンダルばっか上げてるわけですね。松井和夫さんに悪いけども、僕は今度の都議選のコメント求められるんだったらば、松井和夫さんと都議選っていう方がまだいいって言ったんですよね。どうせ関係ないことを議論してるわけですから。安倍政権に対してもそうですよね。ですからもう少し日本は重要な問題がいっぱいあるんですから、それについての議論をしてほしいと思いますね。それでここでちょっと議論したいのはですね、実は、今我々は民主主義にいると思ってますけれども、民主主義にいるかどうか怪しいわけですね。まあ、例えばですね、一例を挙げますと、一例というか歴史的に見ますとね、昔は殿様がいたわけですよ。殿様も、ある意味では民のことを考えるとこう言ってたわけですね。民が豊かになればいい、民が幸福になればいいと言ってたわけですよ。その状態と、例えば今の中国とか北朝鮮の共産主義ってどこが違うんですかね。選挙がほとんどないでしょ。それで、殿様みたいなのがいますよ。習近平とか、それから金正恩とかですね。ほとんど絶対君主って感じですよ。人殺す力もあるってわけですから、これ大変ですよね。それで、その人たちがいて、それ人民のためにとか、同志とか言ってますけどね。まあ自分たちはものすごいデラックスなとこに住み、なんか喜び組とかいうビジョンに囲まれってわけでしょ。だからこれは、単に絶対王政、王政というのがですね、共産王政というのに変わっただけですね。ですから私、日本の共産党なんか全然信用してないのは、共産党っていう限りはそういったその共産党員が昔の貴族とか王様のように威張るということ以外に世界にないんですからね、そういう国が。だけどそれが都議選で20議席ぐらい取るっていうのはなかなか危ない社会ですね。それからじゃあ我々アメリカとか日本とかヨーロッパが威張れるかっていうと、これはですね、私ね、メディア王政じゃないかと思うんですよ。だから今のところ民主主義ってないんでしょうね。王様、王政から、通常の王政ですね。王政から共産王政とメディア王政の二つができたと。で、共産王政の方は、共産王政というか共産党王政ですね。
共産党が王様みたいに威張ってる、そこはですねやっぱりまあかなり衰退してきたけども、メディア王政の方は依然としてかなりの力があると。メディアがですね、権力を監視するんだと言いながら実は自分たち自身が権力だと、まあこういうことですよね。だからメディア王政の下で我々はただ頭がですね、メディアの場合は例えば殿様はお侍が来ましたし、共産政権の共産王政の場合は共産党のなんか軍隊が来て拘束して首吊られちゃうんですけども、メディア汚染の時には何が問題かというと自分たちの頭が拘束されちゃうんですよ。だから体が拘束するとですね、これはまあ抵抗のしようがあるんですけども、頭が拘束されますとねダメなわけですね。だからもともとニュースの選び方がある、それからもともとフェイクニュースがある。例えば今日私虎ノ門で言ったのはですね、九州の豪雨ですよ。今まで24時間雨量、24時間で800ミリとか1000ミリを超えたら、まあ記録的っていうのもおかしいんですけどね、何の記録だか分かんないんですけど、まあ記録的って言ってたのは、昨日聞いたら48時間で360ミリを記録的って言ってるんですよ。24時間がそのうち48時間になってるんですね。じゃあ24時間で終わったら190ミリじゃないですか。24時間で190ミリってのは記録的な豪雨じゃないですよ。普通にあるんです。つまりですね、日本の各地の、なんでは防水はですね、だいたい基本的に24時間で350ミリ。いいところは500ミリで設計されてるんですよ、もともと。だから350ミリ以下で何か起こっちゃいけないんですよ。これは治水の問題で、政策とかの失敗なんですね。そういう嘘を言うんです。だから、まずメディアの安倍政権の今の問題はですね、メディアがまずニュース選択を変にする。それから、そのフェイクニュースを、一つ一つのニュースの中に NHK なんかフェイクを流すわけですね。今度の、洪水が流木でやられてるっていうのはこのリサイクルを進めたからであって、山をこれだけ荒廃させたらね、それはダメですよ。もう森林全く利用せずにね、荒廃に任せてるわけですから。だから環境省が作り NHK が進めてきた森林破壊の結果洪水が起こり、今度はまた気象庁と NHK が結託して嘘を流してるって、こういうことになりましたね。本当にひどい話ですよ。それからまあそういうことがありですね。だからまあ我々はですね、せっかく王様の王政から、まあ共産党がダメになったんで、ほぼ共産党王政から脱し、民主主義へと向かおうとしてるんですが、そこにメディア王政っていうのがあってですね、これを打破しないといけない。これ打破できると思うんですね。例えば株式会社でもですね、ほっといたら悪いことするんですよ。だけども株式会社にはですね、例えば会計上はですね、この前東芝の問題になりましたけど、社内に監査役がいて、それから社外の監査役が取締役会に出てて、さらに決算は外部の監査機関に頼まなきゃいけないと。こういうシステムでですね、会社が嘘の会計報告をやるのを防いでるんですね。やっぱりメディアについてもですね、日本のメディアについても相当厳しい規制をかけて、そしてこの言論の自由を守るためにはですね、記者クラブももちろんダメだし、それから24時間を48時間に勝手に変えちゃいけないし、そういうことを全部きっちっとやってですね、そして正常に我々の民主主義というものが達成されないとですね、今度の東京都議選というのは完全に選挙権の冒涜ですよ。だって選挙権を持っている都民を騙すってやつですからね。メディアが騙す。まあ、共産王政というか共産党王政ですね。共産党が王様みたいに威張ってる、そこはですねやっぱりまあかなり衰退してきたけども、メディア王政の方は依然としてかなりの力があると。メディアがですね、権力を監視するんだと言いながら実は自分たち自身が権力だと、まあこういうことですよね。だからメディア王政の下で我々はただ頭がですね、メディアの場合は例えば、殿様はお侍が来ましたし、共産政権の、共産王政の場合は、共産党のなんか、軍隊が来て、拘束して首吊られちゃうんですけども、メディア王政の時には何が問題かというと、自分たちの頭が拘束されちゃうんですよ。だから、体が拘束するとですね、これはまあ抵抗のしようがあるんですけども、頭が拘束されますとね、ダメなわけですね。だから、もともとニュースの選び方がある。それから、もともとフェイクニュースがある。例えば、今日私虎ノ門で言ったのはですね、九州の豪雨ですよ。今まで24時間雨量、24時間で800ミリとか1000ミリを超えたら、
まあ記録的っていうのもおかしいんですけどね、何の記録だかわかんないんですけど、まあ記録的って言ってたのは、昨日聞いたら48時間で360ミリを記録的って言ってるんですよ。24時間がそのうち48時間になってるんですね。じゃあ24時間で終わったら190ミリじゃないですか。24時間で190ミリってのは記録的な豪雨じゃないですよ。普通にあるんです。つまりですね、日本の各地の、なんでは防水はですね、だいたい基本的に24時間で350ミリ。いいところは500ミリで設計されてるんですよ、もともと。だから350ミリ以下で何か起こっちゃいけないんですよ。これは治水の問題で、政策とかの失敗なんですね。そういう嘘を言うんです。だから、まず、メディアの安倍政権の今の問題はですね、メディアがまずニュース選択を変にする。それから、そのフェイクニュースを、一つ一つのニュースの中に NHK なんかフェイクを流すわけですね。今度の、洪水が流木でやられてるっていうのは、このリサイクルを進めたからであって、山をこれだけ荒廃させたらね、それはダメですよ。もう森林全く利用せずにね、荒廃に任せてるわけですから。だから、環境省が作り、NHK が進めてきた森林破壊の結果、洪水が起こり、今度はまた気象庁と NHK が結託して嘘を流してるって、こういうことになりましたね。本当にひどい話ですよ。それから、まあそういうことがありですね。だから、まあ我々はですね、せっかく王様の王政から、まあ共産党がダメになったんで、ほぼ共産党王政から脱し、民主主義へと向かおうとしてるんですが、そこにメディア王政っていうのがあってですね、これを打破しないといけない。これ打破できると思うんですね。例えば株式会社でもですね、ほっといたら悪いことするんですよ。だけども株式会社にはですね、例えば会計上はですね、この前東芝の問題になりましたけど、社内に監査役がいて、それから社外の監査役が取締役会にもあるってわけですから、これ大変ですよね。それで、その人たちがいて、それ人民のためにとか、同志とか言ってますけどね、まあ自分たちはものすごいデラックスなところに住み、なんか喜び組とかいうビジョンに囲まれっていうわけでしょ。だからこれは、単に絶対王政、王政というのがですね、共産王政というのに変わっただけですね。ですから私、まあ、日本の共産党なんか全然信用してないのは、共産党っていう限りはそういったその、共産党員が昔の貴族とか王様のように威張るということ以外に、世界にないんですからね、そういう国が。だけどそれが都議選で、20議席ぐらい取るっていうのはなかなか危ない社会ですね。それから、じゃあ我々、アメリカとか日本とかヨーロッパが威張れるかっていうと、これはですね、私ね、メディア王政じゃないかと思うんですよ。だから今のところ民主主義ってないんでしょうね。通常の王政ですね。王政から共産王政とメディア王政の2つができたと。で、共産王政の方は、共産王政というか共産党王政ですね。共産党が王様みたいに威張ってる。そこはですね、やっぱりまあ、かなり衰退してきたけども、メディア王政の方は、依然としてかなりの力があると。メディアがですね、権力を監視するんだと言いながら、実は自分たち自身が権力だと。まあ、こういうことですよね。だから、メディア王政のもとで、我々は、ただ頭がですね、メディアの場合は、例えば、殿様はお侍が来ましたし、共産政権の、共産王政の場合は、共産党のなんか、軍隊が来て、拘束して首吊られちゃうんですけども、メディア汚染の時には何が問題かというと、自分たちの頭が拘束されちゃうんですよ。だから、体が拘束するとですね、これはまあ抵抗のしようがあるんですけども、頭が拘束されますとね、ダメなわけですね。だから、もともとニュースの選び方がある。それから、もともとフェイクニュースがある。例えば、今日私、虎ノ門で言ったのはですね、九州の豪雨ですよ。今まで24時間雨量、24時間で800ミリとか1000ミリを超えたら、まあ記録的ってのもおかしいんですけどね、何の記録だかわかんないんですけど、まあ記録的って言ってたのは、昨日聞いたら48時間で360ミリを記録的って言ってるんですよ。24時間がそのうち48時間になってるんですね。じゃあ24時間で終わったら190ミリじゃないですか。24時間で190ミリってのは記録的な豪雨じゃないですよ。普通にあるんです。つまりですね、日本の各地の、なんでは防水はですね、だいたい基本的に24時間で350ミリ。いいところは500ミリで設計されてるんですよ、もともと。だから350ミリ以下で何か起こっちゃいけないんですよ。これは治水の問題で、政策とかの失敗なんですね。そういう嘘を言うんです。だから、まず、メディアの安倍政権の今の問題はですね、メディアがまずニュース選択を変にする。それから、そのフェイクニュースを、一つ一つのニュースの中に NHK なんかフェイクを流すわけですね。今度の、